後崎チャンネル。じゃ、こんにちは。さあ、はい、今日はですね、はい、天国と地獄です。はい、だから今日は4月11日、はい、コロナにかかってから1ヶ月経ちますけど、はい、プロ野球も、まあ、一応中日対ね、DeNA とか、あったけどなかったからね、うん、コロナでね、はい、っていうのもあったけども、まあ、一通りスケジュール上では一周終わったね、はい、セバともに、うん、でその中で、まあ、開幕ダッシュどうだったのかっていうね、うん、でも佐々木チャンネルをご覧の皆さん、開幕ダッシュ関係ないんで、いやでも少しはあるんじゃないですか。いや、ないですないです。え、だってそこでだって貯金がもうすごいあるチームと、うん、すごい借金あるチームってあるじゃないですか。でも去年ロッテなんで開幕5連敗で、はい、結果マジック3までいったし、逆に言うとソフトバンクって開幕5連勝なのに、はい、そっから B クラスよ、はい、確かにそうですね、うん、しかも去年なんてヤクルト開幕3連敗よ、はい、阪神に、はい、優勝、はい、あ、そうですね、うん、でもロッテ開幕連勝してたら優勝してたかもしれないですよ、うん、でも2位じゃん、はい、まあまあそうですね、うん、でも連勝してでも4位になってるんだよ。そうですね、うん、だから結局、うん、まあそのね、そこからの試合の方が長いからね、うん、まああれだけど、まあ、するに越したことないね。そうです、うん、貯金作るに越したことはないですよね。でも、うん、してないからって、はい、別に大したことでも何でもないね、はい、でもどうやっていかなきゃいけないかを考察しようということで、はい、まあ、天国チームとね、はい、地獄チームに分けて、はい、観察していきますけども、はい、まあ、一生終わってみてね、うん、今日はパ・リーグからですけど、はい、もう天国チームはやっぱソフトバンクですね、はい、すごいっすね。10勝2敗、はい、1分け。もう貯金8。貯金8。チーム防御率 1.93 ですね。ほー。チーム打率2割2分7厘。うん。だ2位。はい。っていうところで。うん、まあでも、結局、ソフトバンク、一番良かったのは、はい、又吉だね。あの補強が大きかった。やっぱりリリーフがやっぱ、うん、だって津森、又吉、加山ね、うん、でモイネロ、森っていうところで、はい、まあ、他にもいっぱいいるけども、うん、藤井か、はい、あの育成でね入ってきて、うん、もうこの盤石さ、はい、ね、でだって怪我人めっちゃ出てんだよ。そうですね、石川、うん、柳田、はい、栗原、はい、出てんだよ。そのもう主力3人いない中で、うん、こんだけまだ勝ててるってすごいなって思いますよね。すごいよ、うん、だからあの世間ではね、はい、どうせ怪我人出るでしょっていう佐々木さんの予想大正解みたいな、はい、でも結局そこから変わってたよ、うん、はい、まあ、あの常に常時活躍難しいけど出た時に上林とか、はい、柳町とかっていうところのね、うん、いいところでのヒットとかね、うん、あとガルビスがね、はい、打たないでしょ。守備はいいんだけどね。開幕戦よかった。開幕戦一発でパンチ力ありましたよね。一発だけ、はい、でもまだねこっからっていうところで、うん、はい、でもやっぱピッチャー陣の 1.93 はすごいね。すごいですね。うん、でもちょっと珍しくエラー6個しているところがね。ああ、そうなんですか。そうそうそう、気になるっていうところはあるけども、はい、まあ、ここまでね、うん、あの全チームに勝ち越し、うん、楽天、ロッテ、オリックス、西武、日本ハムと、はい、全チームに勝ち越しっていうところでね、まあまあいい形で、はい、まあ、あとはまあ怪我人のね、うん、まあ、そんなに柳田も長指つきそうじゃないけど、ちょっと栗原は今年ちょっとしたら難しいかもわかんないけども、はい、まあ、そういったところの、あとまあね、マッチがね、うん、いい形になったりとか、はい、まあ、非常にはリリーフ陣のあの盤石さはね、うん、ちょっと素晴らしいかなと、はい、あとやっぱりレイがね、うん、去年ちょっとコロナの影響で帰っちゃったっていうのもあるけども、レイがね、やっぱいい形の先発として結果も残しそうなところあるんで、でまあ千賀が元気だったらね、はい、もう本当15勝とか6勝7勝8勝しちゃうんでね、そういった面ではまあいいスタート、はい、あとまあもう一つの天国チームは楽天ですね。そうですね、うん、やっぱりね、はい、あのマルモレホスがね、うん、ちょっといい感じ上がってきたっすね。だんだんこういい感じ当たってきてますよね。ギッテンスがね、はい、また怪我してね、あのネット界隈ではカスティーヨの再来化みたいなね感じで言われてたけど、一戦目でね、うん、びっくりしたね、はい、でもまあ骨折らしいからね、はい、ちょっと長く時間かかるかなっすよ。いいですね。でもやっぱ一番は西川のね、すごい補強がね、はい、いい形で、うん、だからしかも西川もね、うん、あのまま日本ハムにいたら、うん、ひょっとしたら、はい、そのまあ慣れっていうところでね、うん、今みたいな活躍できなかったかもわかんないけども、まあ、ノンテンダーになって移籍して楽天入った中で、はい、まあ、新しくチームも変わって、うん、まあ、もう一回やらなきゃいけないと、で新しい中でアピールしなきゃいけないっていうところのね、はい、環境面もあっただろうしね、うん、はい、それがいい方向に行って、うん、今いい活躍、本当塁に出るわ走るわ、うん、勝負強いわ、うん、しかもね、うん、
去年まで、まあ、足の速い選手はいるけども、はい、その盗塁っていうところに結果結びつけられなかった中で、うん、西川が入ったことによって、うん、盗塁っていうところもしっかりねチームの一つのスパイスとしてできるようになってるのも大きいですね、はい、そうですね。だってコロナで抜けてんのに、うん、そんな言うほど戦力ダウンしてる感じしないもんね。全然響いてない感じですね、うん、だから則本いなくなっていたいけど、はい、そこに来た涌井がね、うん、いい形でチームね、うん、作ってるっていうのもあるし、はい、マー君がね、はい、若干去年は全体的にボールを動かしながら、うん、あのちょっとこうかわしていくようなピッチングに見えたんだけど、はい、まあ、それでもね援護点なかったから勝ち星つかないでね、はい、結果勝ててなかったんだけど、今年はやっぱフォーシームは力強いし、はい、去年よりも仕上がりとしてはいいように見えるね、うん、でその中で、まあ、打線の援護もあれば、うん、まあ、2桁は楽勝で勝ちそうだなっていうね、はい、であとはやっぱり松井裕樹がね、うん、やっぱりまあ近藤にねサヨナラ打たれちゃったけども、まあ、松井裕樹が後ろに座ることによって、うん、その他のリリーフピッチャーの出す順番っていうのがはっきりしてくるから、うん、 そうですね、そういった意味ではやっぱ松井が最後にしっかり座るっていうのは大事っていうところと、はい、まあ、守備でね、はい、出てくる辰巳がまたいいところでね取ってるんですよ、うん、最近残念そこは辰巳ってめっちゃ流行ってますからね。そうなの、はい、そういうの言っとかなきゃ。俺は知らないですか。初めて聞いたわ。え、もうネットで、うん、あの辰巳選手がいいプレーとかすると、うん、残念そこは辰巳っていうのがもう飛び交うんですよ、ネットで。そうなの、はい、初めて聞いたら、あの残る、そう、辰っていう字で、うん、残念そこは辰巳って意味なんですよ。はい、広がってないな。これから広がるですって、はい、だからまあそういうのをね、うん、前の動画でも言ったけど募集してね。そうですね、はい、であのコメント欄で島内語録初めて知りました、あの YouTube 見に行きましたみたいな人とか、ね、いらっしゃいましたからね、こうやって広げていくんですよ。そうそうそう、ほら、うん、だから全国区じゃないのよ、はい、だからこれを、ね、佐々木チャンネルで全国区にしていこう。そうですね、うん、はい、全ての選手をマニアック情報を、ね、そうそうそう、その代わりあの情報がねちょっと袴田さんは楽天に偏ってるし、はい、俺は全く興味ないから分かんないからあのちょっと偏るけど、はい、俺はもう全く興味ないからね、はい、全く入ってこないから、はい、ちょっと早く教えてもらってね、見つけたら私も、そうそうそう、皆さんの方が詳しいんだからね、はい、そういった意味で辰巳もいい形だし、うん、まあ、岸投手もいいし早川投手もね、うん、そうそうそう、でも早川ね、はい、去年も良かったのよ、はい、あれを1年間体力続けれるかどうかだけが課題だからスタメン、そっか、最後の方がちょっと、ね、そうそう、最後が垂れちゃったからね、はい、まあ、でもいい形で、マルモレホスがしっかり形残してきたら、はい、やっぱ外国人大きいからね、そうです、ね、うん、そういった面でも、まあ、いい形でね、うん、スタートだね、はい、防御率2.22 だからね、うん、3位、はい、でしかもエラー1個しかしてないから ねここまで、うん、で打率が2割2分2厘、はい、ね、で盗塁9個っていうところで、うん、2番目に多いからね、はい、こういったところもあの西川効果っていうところがね、去年との変化です。そうそうそう、で失点数だけ見たら25失点で一番少ないから、そうなんだ、そうそう、そういった面では非常にいい形のね、はい、滑り出し。貯金は今いくつでしたっけ。ん、貯金は 5、はい、楽天はあのソフトバンク1試合、まあ、コロナでね、はい、1試合しかなかったんで2試合できてないんですよね。そうそうそう、でそこ負けちゃったっていうところと、ロッテに5分、はい、っていうところがね、まあ、まず全チームに勝ち越してないところはまあ2位だけど、はい、いい滑り出したね。そうですね、うん、はい、で地獄チーム、あ、先そっち行くんですか。中間層はね、はい、あの天国でも地獄でもないから。そうですか、じゃあ、はい、地獄チーム、はい、日本ハムですね、はい、ここまで、うん、3勝11敗、はい、チーム防御率4.17、うん、ダントツ最下位、はい、でエラー数4個と、うん、まあ、そんなにしてないね。そうですね、去年多かったけどね、うんうん、でチーム打率、はい、2割1分4厘は、4位、はい、だって防御率ハム去年良かったからね、3位ぐらいだったのに、うん、ダントツ最下位になってるからね、うん、でホームラン10個、はい、1位、1位なんだ。そうそうそう、確かにあのソロホームラン打ってるイメージすごいあります、ね、ソロが多いのよ、だから続かないのよ。清宮選手とかも打ってるし、うん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 、で失点が、はい、あの57、セーブと同率でダントツ多い、うん、で得点30点、はい、一番少ないっていうところで、はい、なかなかね、うん、厳しい。そうですね、うん、でもね、うん、ハムのもう評論難しくなってきた、はい、まあ、多分ね多くの人が感じてると思うんだけども、うん、評論解説っていうのは、はい、うまくいくために勝つために、うん、するんじゃんね、はい、ここなかったら勝ってたのにとか、うん、もっとこうしなきゃいけないんじゃない、勝つためには、はい、いいプレーするためには、勝つためにはっていうののゴール、うん、着地点があって解説評論するじゃんね、はい、ゴールが勝ちにいってなかったら、うん、何のために評論しましょうかってなんだよ。でもそれはでも勝ちにはいってるんじゃないですか。いやでもあの育成期間でもファンの人だよ、はい、今年はもう育成期間だから別に勝たなくてもいいのよとかっていう人もいるじゃん。
でもゲームってやっぱ勝つためにやってるじゃないですか。って信じてるよ。はい。でも、はい、勝つためにやってるんですかね、ハムは。勝ちと育成って両立させるの難しいじゃないですか。はい、まあそうですね。うん。でも育成の方が出て、勝たなくても育成なのか、はいはい、勝ちなのか。勝つための野球をやって育成できてるんじゃないんですかね。でも勝つための、でも勝ってないじゃんね。でもそれでもっとこう、もっとこうやらなきゃいけない、こう投げなきゃいけないっていうこっちの考えもあるじゃん。はい、でも、うん、そんなことより育成とかっていうファンの人もいるじゃんね。そうですね、今まあ育成期間だってね、うんうん、そしたらよ、もう俺の着地点の勝ちにために評論する意味がなくなるよ、はい、難しいんだよね。まあそうですね、うん、だから優勝目指してるから、うん、その優勝するためには、はい、こういったことしなきゃ優勝できませんよっていう着地点に向けて評論解説があるわけじゃん、はい、優勝しませんよって言ったら、うん、着地点ないからね、うん、そうですね、うんうん、どこに着地しましょうかみたいな感じになると話の論点が合わなくなるじゃん、はい、だそこが難しいんだよ ね、 そうですね、こっちもね、うん、でそしたらよ、はい、4月10日の試合よ、うん、もう明日から打撃の打順はコーチに決めますって言ったら、はい、コーチがナイス打順決めてきて、はい、勝ったのよ、はい、あ、それは勝ちに来てますよねみたいなね、はい、だそこがもう、うん、はっきりしないけどね。そうですね、あ、まあどんうん、まあ、若い選手が多いからね、うん、まあ、ここからどこまで跳ね上げるかっていうのが大事だけど、うん、まあ、近藤アルカンタラ、ヌニエスはもう使いましょうって話よ。あと浅間、松本は、そこはもう浅間選手すごい調子いいですしね、うん、そこはもう控えに回したらもうダメよ、うん、そしたらもう負けたいのってなっちゃうじゃんね、はい、あと野村 ね、うん、そこはもう出しとこう、はい、ね、そこは固定っていう感じで、うん、そうそうそう、まあ、あの3勝してるじゃないですか、うん、そのうちに2勝が北山投手ってすごくないですか、うん、まあ、でももっと楽に勝てたらいいじゃん。これ接戦だからね、だから北山に勝ちつくからね、後ろの方でね、はい、なんとかっていうね、まあ、そうですね、思ってますよね、うんうん、で続いて5位、はい、西武、はい、西武はチーム防御率 3.10、うん、5位、うん、チーム打率2割1分5位、うん、エラー13、ダントツ1位、エラー多すぎ、多いですね、うん、まあ、でも山川の離脱はでかかったね、かったですね、最初の4勝ぐらい山川で勝ってたようなもんだもんね、だって毎試合ホームラン、そう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 、1試合2本とか、うん、で森もいなくなって、うん、それはきついよね、はい、全体的に、うん、でもピッチャーは、はい、まあ、高橋からも若干まだ波に乗り切れてないけど、うん、まあ、隅田佐藤っていうところがいい形、はい、で、あの新外国人のエース、はい、うん、も勝ったし、はい、でリリーフもね、平帰ってきて、はい、の水上平で松田とかも含めて非常にいいリリーフ陣のある中で、まあ、こっからかな、ちょっと今一番正直ハムより状態苦しいと思う、西武は。結構連敗しましたもんね、うん、しかも惜しくもない負け方だからね、はい、うん、惜しいじゃないからね、はい、まあまあ負けますよねみたいな、なかなか点が取れないっていうところ、うん、そうそう、続かないし、でミスも多いし、うん、っていうところはね、はい、あれだったけど、だから昨日はねすごい生き生きして6対0で勝ったけども、はい、そういった意味では、まあ、早く盤石のチームに戻したいね。そうですね、うんうん、でも今本当今、うん、全チームで一番厳しいのは西武やと思う。そうですか、そこまで、うん、状況的には、はい、早く帰ってこなきゃいけないね、うんうん、でも山川練習参加してるけど、うん、辻さんがね走れなきゃやらせないって言ってるから、はい、でいつ走れるのかっていうね、うん、そうそうね、うんうん、だってハムはだって優勝を目指してないからさ、はい、厳しいとか厳しくないとか、その評価もできない、難しい、着地点がね、うん、どの着地点かによって答えが迷うじゃん、はい、俺も、うん、そうですね、難しいのよ、はい、本当で、はい、まあ、何でもないのがオリックスとロッテだね、はい、まあ、今トントンって感じですか、トントン、うん、だからまあ今ロッテが7勝6敗、オリックスは6勝3敗 で、はい、でロッテはチーム防御率が 1.65 で1位、あと石川も、ね、そう、石川、佐々木朗希が点取られてないし、うん、ほぼほぼリリーフもいい感じだから、はい、点取られてないのよ、うん、でチーム打率が2割3分5厘で1位、おでエラーが7個で2番目に多い、はい、意外と多い、盗塁20個、はい、ダントツ1位、うん、でなんで貯金1やって話やな。だ勝つ試合と負ける試合のなんか落差があるんですかね。なんだろう。だから打ってもだから結局レアード・マーティンなのよ結局、はい、俺はもうずっと言ってるけど、うん、レアード・マーティンが全く打たなかった最初、はい、全然、うん、やっと最近打ち出してきたのよ、はい、でだから勝ちに結びついていくよね、うん、あと佐藤都志也頑張ってる。そうですね。でね、中村がねちょっとコロナで戦線離脱したけども、はい、その間もまあ踏ん張ってたしね、はい、大きな連敗もなく、うん、でそういったところでやっぱエース石川がバシッと、はい、勝って、で佐々木朗希もね、うん、まあ、今2勝だけども、はい、まあ、投げてる試合ではねしっかり勝ってるし後ろもしっかりしてるっていうところで若干ね、うん、延長が1勝2敗なのよ、
で9回もつれたら負けてたりして、うん、接戦になってくると、うん、やっぱ去年の延長がない場合は、はい、昨日の試合みたいに、うん、もう岡、和田を代走でバンバン使って、はい、その1点を取りに行く野球、うん、でリリーフは方程式をもう7回から使って、うん、で、ま、増田が67試合交代完了の日本記録作るぐらいの、はい、もうやってたのよ、うん、でもそれが延長になることによって早めに帰れないじゃんね、うん、っていうところが今もうすっごいマイナスに触れてるんだよ。あで昨日みたいになったらプラスに出る。だからそこがポイントだね。だから接戦に弱い、うん、そっか。延長に強いチームもあれば、うん、ちょっとそこが弱点になっちゃうチームっていうのも出てくる。そうそう、そこを変えきれないからね、うん、レアード同点で8回出ましたと、うん、先頭で、うん、はい、去年までだったら一発ダイソー、うん、でも同点ひょっとしたら延長もあるかもしれない、はい、ちょっと2塁とか3塁行くまで待とうかなみたいなね、うんうん、ダイソー出すのみたいな感じに、はい、なったりとか、うん、延長まであるから先発引っ張ってもらわなきゃいけないし、うん、リリーフもすぐに7、8、9行きづらいなみたいなね、うん、そしたら10、11、12残るし誰行くみたいな感じになるから、はい、とかだからゲレーロを買いまたぎしちゃって、うん、いきなり先頭デッドボールで買えるんだったらもう買えなきゃいいじゃんみたいな、はい、でしかも3年ぶりだから2年やってないわけじゃん。そうですね。だからそこが多分ロッテのこの終盤の締め方、うん、延長への対応が、はい、うん、多分ここから上に行くかどうかの接戦の多分対応の瀬戸際やと思う。だってそこでだって1勝3敗だからね、はい、なんかもったいないというかね。そうそう、逆に触れて3勝1敗だったら全然違うからね、はい、ひょっとしたら2以上いるからね、うん、だからそういったところでも、まあ、あとはベアード・マーティング打ち出したんでね、はい、まあまあでもいい形のチームとしての作りはねできてる、はい、なんて言っても優勝予想だから、はい、そうですね、8年ぶりで8、ね、うん、でオリックス、はい、オリックスが今ね6勝9敗、はい、でチーム防御率が3.32 で、うん、ワースト5位。あんだけなんかピッチャーいいイメージが。山本いるのによ、はい、山本いるのに5位、うん、でチーム打率が1割久保さんに1割台、はい、最下位、はい、で盗塁3も最低、うん、っていう、はい、感じで。まだ山本、まあ杉本1割台だからね。まあそうですね、昨日なんてスタメン落ちしてたしね、はい、で最後のバッターにね、うん、でもあの9回の代打構成は、うん、はい、無理やと思うよ。ずっと出てるやつが打てへんのに、はい、息合いたたりで佐々木朗希打てっちって打てるわけないやん。でも前の人たちもタイミング全然合ってないから、もう違う人でもう、いや違う人の方がもっと合わせないやん。だって修正能力ないんだから、出てるやつの方がもうちょっとこうしようって思うじゃん、はい、あんなに息合いたたりされてきつい、俺だったら嫌だって思うもん。そうですね、うん、でもまあっていう中でやっぱ杉本だね、うん、はい、打ってないんでバレラで良さそうだし、あと福江のね、うん、佐野ホームラン打ったりとか、はい、福田セーフティーとかいろいろしたりとか頑張ってんだけど、はい、またちょっとコロナで離脱者が一気に増えたっていうところでね、うん、それを挽回できるところが、まあ、去年それを挽回するの出しちゃったから、はい、それの下ってなかなかいないじゃん、ね、はい、そういった意味ではちょっと今苦しいね。そうですね、うん、でピッチャーふ、うん、であと藤見もまたコロナになってるしね、はい、キャッチャーっていうところで、うん、あとはやっぱりその山本はいいけど、やっぱりリリーフ陣がね、はい、ちょっとバタつくって、それはもう戦前のね、うん、予想と同じだけども、まあちょっと苦しい今状況だね。山本投手まだ負けてないですよね。そう、山本頑張ってるんだよ、うん、で山岡とかも頑張ってるんだけど、やっぱその援護してくれてないからね、はい、山崎サッチャーとか、はい、田島とかもいいピッチングしてるけども、オリックス先発防御率も悪いな。へー、山本いるのに。西武なんて先発防御率 2.12 だからめっちゃいいからね、あ、じゃあ リリーフ防御率 2.12、 いい先発がちょっと悪いよね、はい、ソフトバンクなんてリリーフ防御率 1.21 だから、ほぼほぼ点取られてないから、はい、ロッテが 2.93 ちょっと悪い、うん、楽天はね先発防御率 2.08 で、あ、いいですね、2番目に、はい、ロッテがダントツ 1.21 だからね、すごいですね、先発防御率、まあ、2人取られてないですからね、うん、そう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 、オリックスの先発防御率は 3.20、 3点台なんですね、4位だから、はい、ちょっと山本以外がちょっとね、ちょっとここから取られる感じですか、うんうんうん、まあでもこっからだからね、今もうなんとか踏ん張りどこだね、はい、こうちょっと打線の興奮期がっていう感じですかね、うん、が、うん、大事になってくると思う、うん、だって援護率で言ったらよ、はい、楽天 4.20 点援護点ある、援護率すごい、今年つながってるんですよ、うん、打線が。ソフトバンクなんて 2.81 しか援護点ないけど1位なんで、どんだけピッチャー踏ん張ってんだよっていう、すごい。で2番目はロッテが 3.58 援護点、はい、うん、でオリックスは 3.09 の援護点あるから、そこそこ援護してくれてるよね、はい、西武が 2.48、うん、で日本は 2.03 援護点が、うん、援護率、はい、でやっぱり日本はまあきついよね。そうですね、うんうん、でもまあまあ、オリックスは本当もう吉田とが、いや吉田まだホームラン打ってないからね、はい、だから杉本がやっぱ復調してこないと、はい、え、まだ1号出てないんでしたっけ。出てない、
2割3分1厘だしね。そっか。だからやっぱ吉田とも杉本が上がってくるまで我慢だね、うん、やっぱあそこの2人が調子良くてもね、うん、だからここでどんだけ我慢できるかが勝負だね、はい、うん、まあ、そういったところでね、はい、まあ、天国と地獄と普通のチームっていうところがあるけども、はい、まあまあ明暗ははっきりしたけども、はい、まあ、2周目どうなるかだね、はい、またこういうのをねちょっとずつ考察しながらね、はい、戦っていきましょう。まだ始まったばっかりだからね。そうですね、まだ順位最終的にどうなるかは全然わかんないですね、うん、そう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 、うん、っていうところでね、はい、今のチーム状況解説でした。はい。